はい、どうも、ゆとぴの遠い箱でございます。今回紹介するのは、もうこれ見てわかるでしょ？何がいるか。CSM のオルタリングでございます。これは今ね、袋の中に入っている状態ですよ。じゃあちょっとさっさと開けていこうか。はい、かっこよ。やっぱアギトっていいよね。まあ、CSM の箱なので、バカでかいのはいつものことで、このかっこよさはね、たまらんよな。で、裏面にはアギトの世界観を表すこのイコン画ですよ。最高だね。はい、じゃあ開けますよ。よいしょ。はい、段ボールです。おお、あ、ここにシャイニングがいるんだね。これも取りますよ。いやいや、来ましたね。すげえ余白だな、発泡スチロール。この余白詰めてもうちょっと箱ちっちゃくできないかな。じゃあこれちょっともうちゃっちゃとビニールとか外してね、いつもの変身ベルトの台座にセットします。はい、そんな感じで取り出しました CSM のオルタリングでございます。いきなりね、アングルというか場所が変わっておりますけども、ここね、このクリアパーツたちがえげつないぐらい映り込むんだよね。僕の撮影スペースだとどう頑張っても自分の顔が映るので、もう変えました。まあこんな感じで CSM のオルタリングめちゃくちゃかっこいい。もうビジュアルがさ、決まりまくってんのはもうおなじみだよね。で、ここのサイドボタンもちゃんとクリアパーツだし、このベルトの光沢感とかさ、すごいよくできてるよね。ちなみに電池はなんと単三電池が6本でございます。多分 LED の光量とか数も多いから、それぐらい電池いるんだと思うんですけども、すごいよね。それにしても、じゃあもう早速ですけども、音声遊びやってみようかな。まあ僕の動画ではある程度要点だけまとめてやっていこうかなと思うので、サクッてね、見れるようにいたします。じゃあスイッチ入れていきましょうか。スイッチはね、上下にこことここの裏側にあるんですけども、それをね、操作することでいろんなモードの切り替えができるって感じです。じゃあスイッチ入れましょう。どこだ？すごい LED の光量見ました。もう一回いきますよ。すごいね、綺麗だね、マジで本当に綺麗に光る。で、説明書ね、こんな感じで見えないね、なっておりまして、これもかっこいいよね。ちょっとした家電ぐらい読み込まなきゃいけないけども、このセリフの量ね、170個あるそうです。で、変身の時はまずここのサウンドボタンっていうのを押して、これでアンドオン感知音ができるんですよね。で、この辺かな、この辺、どの辺、この辺かな、赤外線センサーがありまして、それが今待機状態になってます。こっちが1で、こっちが2って感じなので、1の方に手をかざすと、ベルトの出現音とかができます。まあ、一連の流れやってみましょうか。全部おなじみの音。ただ高音質でございます。ここが今白に光ってからのゴールドカラーに光ってるの分かりました？ちゃんとアギトのね、変身の演出再現してるね。すごくない？結構ずっと光ってるね。じゃあ次は必殺技かな。ここのボタンを押すと、見たっていうか聞いた？ちゃんとアギトが構えて、ホーンが開いて、蹴りかかって決めポーズをするっていうね、一連のシーンがね、脳内に浮かびましたよ。もう見たって言っちゃいましたもんね。すごいかっこいいね。いや、ほんとずっと光ってるね。すごい綺麗。じゃあ次はホームチェンジでございます。こっちのボタンを押すことでフレームホームに変身します。あー、かっこいい、赤いやばー、かっこいい。あの光り方のさ、パターンもさ、たまらんよね。ちゃんとまた白く光ってからのこの赤ですよ。いや、ホームチェンジしたって感じするよね。じゃあ次ストームホーム行こうか。ストームホームはこっち側を押します。
はい、青でございます。これも綺麗な青だね。スカイブルーって感じでめちゃくちゃかっこいいな。でストームとフレームには武器の出現音と必殺技もできますのでやってみましょう。変身と同じこっち側のボタンを押します。これでフレームセーバーがベルトからねニョキニョキっと出現したわけですよ。これ最高。次必殺技、フレームセーバーのねホーンが開いた音しましたね。じゃあ次はストームホームでございます。武器の出現、これでストームハルバードがベルトから出現したと。で必殺技、多分ストームハルバードをぶん回していた時の音ですかね。シュン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 言ってましたよ。じゃあ次はトリニティホームでございます。トリニティホームはグランドホームの状態でこの両腰のボタンをもう一回押すって感じです。いきます。これがトリニティホームですね。変身終わるとビジュアル的にはグランドホームそのまんまですけども、ちゃんと2つのね武器をね手に取った感じが分かりますよ。これはねデラックスでもできなかったと思うので、いやー嬉しいね。初再現っていうことになるのかな。でこの状態で必殺技、はいそんな感じでございます。これがアギトの基本的な形態の変身と必殺技って感じだね。じゃあ次強化ホームバーニングとシャイニング見ていこう。ドラゴンズネイルをつけるとねこのように音声が鳴るんですよね。裏側に固定するためのロックがあって、それをやると多分モードが切り替わるみたいな感じなんですかね。でドラゴンズネイルのねこのね爪ねめちゃくちゃ尖ってんだよ。じゃあ早速変身やってみようか。まずはバーニングホーム、はいこんな感じでバーニングホームね変身できましたね。あのね独自のねアーマーがひび割れるようなムキムキムキみたいなね筋肉の音みたいな感じがね鳴っておりましたよね。でこの状態で2つのセンサーの前に手を通すとシャイニングホームに変身できます。すごいいろんな音が鳴りましたね。あの殻が破れていく感じでねバーニングホームからシャイニングホームに変身する音声が鳴りましたと。でシャイニングホームに直接変身することもできます。これでシャイニングホームへの変身が完了しました。めちゃくちゃシンプルですよね。いろいろねここのねセンサーにねちょっと癖があるので、僕もね結構ね慣れるまで大変でしたけども、慣れると失敗することなくできるようになりますね。でバーニングホームもシャイニングホームもこの変身した状態でどっちかの腰のボタンを押すとシャイニングカリバー出現音が鳴ります。はいこんな感じですね。で必殺技はサウンドボタンを押すと、これがバーニングホームの必殺技で、シャイニングホームはこ
こういう感じですよ。これで一通りの6形態の変身と必殺技、武器出現音が遊べたかなって思いますね。これ以外にも細かいエピソードごとのなんかね、変身の違いみたいなのも楽しめるみたいですけども、その辺はちょっとね、やっているとマジでキリがないので、このまんまセリフとね、BGM を軽く見ていこうと思います。じゃあセリフモード切り替えます。サウンドボタンを押しながら裏のボタンを切り替えると変身。お、翔一くんで、セリフに関しては170個あるのでマジでキリがないけども、ちょっとねパパパって見ていきます。マナちゃん変身。マナちゃん、マナちゃんって2回も割と短期間で来るの面白いね。過去のことじゃなくてこれからのことだよ。なんだよそれ。もういい。なんかちょっと自信ついたっていうかさ、さっき家の仕事してて俺思ったんだよね。こう自分のいるべき場所があるっていいなって。多分ね、翔一くんを演じてる歌手としきさんの声が割ともう大人になってるので、ちょっと渋さみたいなのがある気がするね。そういうわからん。じゃあ、うん、いつものありがとう。ごめん、まゆみさん。俺もう本当に全部聞くのは無理です。これはもう買った人だけが楽しめるものって感じですかね。で、テレビ本編だけじゃなくてジオーでの客演の時の音声も入っているっていうね。ちょっとね、いろいろ飛ばしていきますね。逃げてこれ。あ、それあ、もうできた。ただいま、マナちゃん。 G3 ユニットが大変なんだって。今は小室さんが隊長なんだっけ。助けないと。王様になりたい。君は王様になるためにあの時計が必要だったんだね。俺も負けられないな。王様になってよ。王様って人、俺会ったことないからさ。いや本当に当たり前ですけども、一番最近だからジオーのね音声が一番しっくりくるね。最高だね。でこの途中にね、ディケイドの映画でね一瞬客演した時のセリフとかも入っていたりして、めちゃくちゃこれはねプレイバリューが高いよ、音声に関しては。でセリフモードの状態で変身遊びとかをすると、翔一くんの声と一緒に変身できるようになっております。やってみよう。来ました。独自のね気合を入れるような呼吸音と変身の声がね入ってアギトに変身すると、これが一番しっくりくる音声かもしれないね。で変身した状態でもここのセリフボタンを押すとちょっと音声が変わるみたいですね。まあ、こうやって戦ってる時の翔一くんの声とか、これね、あれだよね、氷川さんからね武器のねケルベロスだったかな、ボタンのスイッチを取り合ってねやってたんですよね。で CSM おなじみの BGM 機能があるんですけども、ここのねボタンを押すことで流れますけども、大人の事情でほとんど流すことはできないのでさらって見ていきます。はい、そんな感じでございます。もう全部聞きたいのは山々ですけども、まあ特にね主題歌の2種類とか、もうアギトハンにはおなじみの Believe Yourself と Deep Breath がね入ってるんですよ。これは最高だね。これがあることでね必殺技の再現とかがねめちゃくちゃ盛り上がるのよ。はい、てな感じで CSM のオルタリングを見てきましたけども、この LED の綺麗さはやっぱり電池6本の賜物じゃないですかね。音声とセンサーと LED が入ってるのでめちゃくちゃ電力使うんですよ、このオルタリング。
今年はアキト20周年とだけあってね、それにふさわしいアイテムだと思います。ボルダリングはかなり待望のものでしたね。消えましたね。買ってよかった。これはもう一生の宝になると思うよね。なので大切にしていこうと思います。ということで、僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアだったりおもちゃのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいでございます。それではゆうとぴでした。ありがとうございます。